セブン銀行の現時点での株価は223円です。今後どうなる増えるの1年後の株価予想はズバリ後輩とセブン銀行買い時このチャンネルは理論株価と実際の株価の差から将来の株価予想を共有させていただいている番組です。こんばんは。 新田大学経済学部株式投資学科2年、福利で増えるです。今回も気になる上場企業を1社調べてきました。最後まで聞いていただけましたらとっても嬉しいです。では、行きます。今回ふえるが調べてきた上場企業の1社は、セブン銀行今回のテーマです。1、株の現状は ?2、これまでの株価推移は ?3、 株価は今後どうなるということで、まずは1番、株の現状はというところから見ていきたいと思います。この動画を撮っている時点での株価は223円です。配当利回りは5%、平均が2%ということですので、超高配当利回りで、ここは仕込み場と判断されるのではないでしょうか。株主優待は実施なしです。 2番、これまでの株価推移はセブン銀行の株価推移はご覧のようになっています。2015年をピークに右肩下がり傾向です。後ほど詳しく解説をいたします。セブン銀行ってどんな企業なのかということですが、ご想像通り銀行業で、定型金融機関からの ATM 手数料が柱となっています。 ATM はセブンイレブンの店舗を中心に2万5千台以上設置されています。セブン銀行はセブンアイホールディングスの子会社です。セブンアイホールディングスがセブン銀行の株の46.27%を保有しています。セブン銀行には3つの大きな事業があります。ATM のプラットフォーム事業、決済口座事業、 そして、米国などで展開している海外事業です。そのうち ATM 事業が売上の90%を上げています。セブン銀行は一般の銀行のイメージとは異なり、いつでもどこでも誰でも安心して使える ATM サービスの提供を主な業務とする銀行です。提携金融機関に代わり、セブン銀行を通じて ATM、決済口座、海外事業などをお客様に利用していただくという流れになっていますセブン銀行は普通の銀行とは一線を画します一般の銀行のビジネスモデルは資金の貸し付け、利座や,や債券や株式の購入また銀行利用に関する手数料で儲けるというビジネスモデルです セブン銀行のビジネスモデルは ATM の手数料で稼ぐシンプルなビジネスモデルになっています普通の銀行では ATM といった手数料があらりの3分の1程度であるのに対してセブン銀行はそれによる収益が90%を超えるビジネスモデルになっています具体的には例えばお客様は セブン銀行の A. T. M. で A. という銀行のキャッシュカードを使って現金の入出金を行ったとします。その際 A. T. M. 手数料をお客様は A. 銀行に払うことになりますが。その一部が手数料として A. 銀行からセブン銀行に入ってくるという流れになっています。セブン銀行は。 他の銀行や金融サービスから ATM 受け入れ手数料をもらうというビジネスモデルです。三菱 UFJ 銀行や水ほ銀行といった大手銀行や LINEPay のような金融サービスと提携することで事業者から ATM 受け入れ手数料をもらっています。とてもシンプルで単純なビジネスモデルなんです。では、セブン銀行はどのように生まれたのでしょうか コンビニでお金を引き出せたら便利。そのお客様の声を叶えた人物が、セブンイレブンの創立者でもある鈴木俊文氏です。セブンでは電気やガス料金の収納代行もやっているし、コンビニの店内で夜中も日曜日もお金を下ろせれば便利であろうと考えたのが発端になっています。2001年、 株式会社アイワイバンク銀行セブンイレブン内に ATM を設置しかし周囲からは素人が銀行をやってもうまくいかないと止められたといいます共通インフラの ATM を提供するビジネスモデル自ら銀行業の免許を取りましたが立ち上がりは困難の連続でした統合ネットワークは認められず 自力でネットワークを広げることになります。2005年、セブン銀行を設立。その後、全国のセブンイレブン、伊東洋華堂に ATM を設置していきます。すべてのお店にあることで、消費者の安心感や利便性へとつながっていきます。2005年、法人向け売上金入金サービス開始。 店舗の売り上げを専用カードを使ってセブンの ATM に入金するサービスです。メリットは大きく2つ。企業は現金を保有するというリスクから解放されること。そして、夜間営業の企業にとっては銀行の夜間金庫代わりになり、防犯に役立つというメリットがありました。2011年12月、東証一部に上場。 そして2011年、在日外国人労働者の増加により、母国への送金ニーズの高まりに応えて、海外送金サービスを開始します。2012年、アメリカでの ATM 運営事業を行うために、FCTI の完全子会社化。2013年、アベノミクス。2015年、 海外発行カード利用件数過去最高へ2015年の利用件数は585万件でした前年比62%増ですインバウンド市場の拡大により ATM 取引画面や明細表など12言語に対応できるようにしました株価は最高値を更新です 日本の他の銀行の ATM では海外のクレジットカードの磁気ストライプが日本の金融機関のキャッシュカードと位置が違っているために現金が引き落とせません。しかし、セブン銀行の ATM では最初から磁気ストライプの違いを考慮して設計していました。訪日客の利用が増加していきます。2015年中国バブル終焉へ 中国経済の伸びの鈍化で株価は急落していきます。2016年トランプ大統領誕生。トランプ相場が発生して日経平均株価上昇へ。2017年スマホ ATM 取引サービス開始。キャッシュカードを使わずスマートフォン、自分銀行のみで ATM 入出金の利用が可能になりました。 2018年、米中貿易摩擦。2019年、第四世代 ATM を導入。高度化、巧妙化が進む金融犯罪やセキュリティへの不安から、在日外国人を対象とした金融サービスのニーズの高まりなども考慮して、顔認証技術を搭載した ATM を導入します。2019年、PayPay ペペチャージ利用可能に。 キャッシュレス化に対応するため ATM での現金チャージも簡単になりました2020年コロナショックコロナ禍でも2019年度の決算は増収増益でした2020年第2四半期は減収減益緊急事態宣言の発令以降都市部で夜間休日を中心に ATM 利用件数が減少したこと。これが原因です。これまでの解説を1枚にまとめるとこのようになります。3番。株価は今後どうなるセブン銀行の現時点での株価は223円です。今後どうなる増えるの予想ポイント1。セブン銀行の売上状況は 売上推移はご覧のようになっています。直近2年間の業績推移を見た場合、前期は横ばいとなっています。当期利益は2019年度に一度ガクッと下がっていますが、2020年度は戻っています。増えるの予想ポイント2、セブン銀行の強みはということですが、強み1、土地代、人件費の安さ。 とにかくセブン銀行の ATM の魅力は土地代や人件費といった金額の安さにあります既存の銀行 ATM と比較するとここが全然違いますコンビニの中のほんの一角のスペースを使用するだけ警備の役割はコンビニの店員が本来の業務を行いながらできますし掃除なども店員が行います そのような業務を実施するのは人件費の高い銀行員ではなくアルバイトです。人件費は3分の1くらいになるのでかなりの経費削減になります。強みに親会社がセブンアンダイ・ホールディングス。セブン銀行の ATM は基本的にはセブンイレブンの中に置かれています。ATM を設置するといコンビニ数が どれだけあるかということが ATM 事業としては重要です。セブンイレブンはコンビニ最大手なわけですから、当然ローソンやファミリーマートよりも店舗数は上であり、それだけ多くの ATM を設置できるということになります。強み3銀行業もできるセブン銀行は銀行業の免許も持っており、ローンや 送金手数料といったもので収益を上げるという潜在能力も秘めています。増えるの予想ポイント3。セブン銀行の今後の戦略は、本業を伸ばしつつ、事業の多角化を図ろうとしています。ウィズコロナを見据えた対応で、既存の事業の進化では、例えば、ペイペイ、ラインペイ メルペイなどの決済チャージなど、キャッシュレス決済に対応した ATM や、マイナポイントに対応できる ATM プラスの開拓を進めています。新規事業の領域としては、セブン銀行が培ったノウハウとパートナー企業との連携で、個人、居住外国人、BPO、セキュリティ、法人、この5つの事業領域を目指していくようです。 ここでニュースを一つご紹介します。セブン銀行 ATM、マイナンバーカード、保険証の一体化に対応。セブン銀行はこのほどマイナンバーカードを健康保険証として使うための申し込みをセブン銀行 ATM で受け付けるサービスを始めると発表した。全国にある2万5000台の ATM が対象。マイナンバーカードは 2021年3月以降、申し込みをすれば健康保険証として医療機関で使えるようになる。マイナンバーカードの読み取り機能を持つセブン銀行 ATM の利用機会創出に向けた取り組みということで、セブン銀行にとっては利用者拡大につながる良いニュースが入ってきています。投資指標です。予想 PER は11.33倍。 地石 PBR は1.15倍です。セブン銀行の出来高推移です。出来高とは、期間中に成立した売買の数量のことです。出来高は株価に先行すると言われることもあり、市場の活性度を測るバロメーターとして使われます。セブン銀行の出来高を見ると、昨年多くなっており、投資家の注目が高まってきています。 株価と業務純益の推移です。現在、株価の方が業務純益よりも下であるということが見て取れます。実力と株価についてです。株価が過度に実力以上になると最高値を記録して下がり始めます。株価が過度に実力以下になると最安値を記録して上がり始めます。だから、投資において最も重要なことは基礎的な指標。 ファンダメンタルズから実力を見通すこと。なぜなら、株価は短期的には上げ下げを繰り返しながらも、長期的には実力に見合った株価に落ち着いていく。なので、日々の株価の変動に一喜一憂することはない、と教授から教えていただいています。ということで、セブン銀行の増えるの1年後の株価予想はズバリ、 円を予想したいいと思いますあなたの株価予想もコメントでぜひ教えてください楽しみにお待ちしています毎日更新の励みになっています高評価ならびにチャンネル登録もよろしくお願いしますそして株式投資で資産を10倍にする方法など4大特典をプレゼント中ですぜひ新田大学 LINE のフォローをお願いします 最後までご視聴くださり感謝しています。本当にありがとうございます。幸運を。